ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はボブバックランド佐藤明夫日米新世代タッグについて触れてまいります。全日本プロレスの新鋭佐藤明夫が待望の海外武者修行スタートです。まずはテキサス州アマリロで武者修行をスタートさせます。時を同じくしてアメリカマットの新鋭ボブバックランドがアマリロ参戦。両者は運命的な出会いを果たします。初シングルは激闘の末ボブが勝利するも、翌日には初タッグを結成します。ミスターレスリングジム・ディランという強力タッグを相手に、初タッグとは思えない好連携を見せ、敗れはしたものの確かな可能性を感じさせました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。